はい、みなさん、こんにちは、こんばんは。こコもチャンネルのショーが今日は2025年大阪万博。さて、皆さん、行きましょうか。お送りいたします。よろしくお願いいたします。ええ大阪万博2025ということで、開催が楽しみですね、皆さん。 えー、心がこもってないって。いや、大丈夫、大丈夫、こもってますよ。え、今日はですね、あのー、大阪万博が、まあ、具体的にね、まあ、見えてきたということで、ま、専門家の方に来ていただいて、大阪万博について、詳しくお話を伺いたいと思います。えー、今日のゲスト、メタンガス・マンペロ先生、ありがとうございます。来ていただいて、どうもどうも。 久しぶりですね。いや、テンション相変わらず高いですね。いや、あの、メタンガス先生が、なんかあの、万博の勝手に応援するグループの代表をやってらっしゃると聞いたんですけど、それって本当なんですかああ、そうですよ。私はね、あの、メタンガス万ビロと申しましてですね、まあ、万ビロという字は、万博と書くんですよ。1万2万の万に博士の博で万ビロ。 まあ、メタンガス万博と呼んでしまう人もいるんですけども、私はメタンガス万博ですからお間違いないように。いや、あ,ありがとうございますいや。名前じゃなくてですね。あの、メタンガス先生は、えー、万博をなんか応援する、勝手に応援する会っていうのを、あの、なんか模様されてるってことなんですかああ、そうなんですよね。私はね、勝手にね、万博を応援する会の会長に就任したんです。 わ、すごいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。えその会というのは、えっ、ー、と、会員数は何名いらっしゃるんですかあ今んとこ、私とあなたの2名ですね。え、ちょっと待ってくださいよ。<laughs> 2名なんですかえ、私も入ってるんですかあんたもちろん入ってますよ。あ、私も会員ということなんですね。え、じゃあ私が会員1人で、先生が会長で2人ってことなんですかそうだね。今んとこそうだね。ずいぶん、小規模といえば小規模ですよね。 もう規模なんか関係ないよ。だって応援するんだから。応援するってのは意気込みでしょいや、そうですけど。あそうですね。意気込みですよね。おっしゃる通り。いや、今日は、あのー、もうなんか見えてきたということで、なんか新しい資料というんですか、なんか新しい、なんか情報があるということなんですかね。よろしいですかそれであ。その通りですよ。 え大阪万博に関する新しい情報が入ってきました。皆さんでお知らせしましょう。うわ、楽しみだな。え、ど、どんな情報なんですかねうん。まあ、あの、これを言うとね、ドン引きされる方もいるかもしれない。えドン引きしちゃうんですかうん。ドン引きしちゃう。いや、ちょっと待ってくださいよ。<laughs> え、なんかドキドキするな。え、聞く前からなんか心臓がバクバクするんですけど、え、それってなんか、とんでもないことなんですか まあ、とんでもなくはないけれども、まあ、尋常じゃないね。<laughs> とんでもない <laughs>。とんでもなくはないけど、普通じゃない。尋常じゃないってことですか。うん。まあね。まあまあ、しょうがないね。これはね。決まったんだ。あ、もう、え、もう、あの、決まったことなんですか。万博委員会のね、この方法で、も決まった、もう決まりごと。まあ、発表しましょう。うん。 えー、大阪関西万博の来場者に関するお話です。あ、来場、えっ、ー、と、会場に行く方のってことですか。そうそう。あんたもなんか来年2025年行きたいって言って行くんでしょ私もそうですね。あの、行きたいと思ってますけれども。え、私にも関係あるんですかもしかしたらあるかもしれないし、もしかしたらないかもしれないね。えー、来場者全員じゃないんですか これはね、来場者全員の問題じゃないんだよね。あの、自家用車で、例えばまあ関西にいる方がね、まあ東京でもいいけど、まあ車で東京から来るとね、6、7時間、7時間ぐらいかかっちゃって大変だと思うんだけど、まあまあ来る人もいるでしょう。まあ、関西だったら兵庫あたりから、いや、じゃあ車で行こうかななんて人多いよね。まあ、兵庫からだとね、1時間半、2時間もあれは来るでしょう。まあ1時間半で楽勝だよね、来るはね。で、そういう自家用車。 ね、自分の家の車で、マイカーで来る方のお話なんですよ。ああ、マイカーで来る方はえ、だって会場の、え、だって会場に、東京ディズニーランドみたいに、USJ とか、会場に行って止めて中に入ればいいだけなんじゃないんですかところがね、違うんですよ。えー、え、会場に、え、車、え、え、車で、兵庫県から、例えば神戸から、よし 家族で万博を見に行くぞって言ったら、え、4人家族だったら4人乗って運転して、で、駐車場に停めて、まあ、県は前売りのを買ってあれば、それを見せて入るだけなんじゃないんですか違うんだな、甘いね。えー、え、どういうことなんですかわかんないな。え、な、な、なんですかあのね、あのね、来場者はね、自家用車禁止になったの。 は自家用車禁止。え、どういうことなんですかそれ。自家用車でね、来ちゃいけないの。<laughs> えええ、駐車場あるんですよねある。え、駐車場あるのに自家用車で行っちゃいけないんですか行けないえ、それなんでなんですかなんかね、ま、駐車場はそこそこあるらしいんだけど、ま、いっぱいになっちゃったら、ほら、渋滞が起きて、行く道がね、 あのないの ?1 本しか。え ?1 本しかないから大渋滞になっちゃうでしょずっと着かないじゃない ?4 時間ぐらいかかっちゃうから、ねああ、駐車場が満杯になって、まあ、その人が出るまで待っていたら、4、5時間かかっちゃうってことですかまた駐車場入るのにそうそう、すぐ満杯になっちゃう。おそらくね、例えばの10時の開園だったら、10時で満杯になっちゃうから、 入れるのは早くても午後の2時ぐらいになっちゃう。ええー、じゃあガソリンとこなくなっちゃうじゃないですか。4時間もエンジンかけて待ってたら。そうだね。え、えガソリンスタンドとかあるんですかないの。いないのって。え、え、それで自家用車が入っちゃいけなくなったんですかそうなの。まあ、随分遠くにね、離れたところにね、専用の駐車場が用意してあって、 そこにみんな置かないといけないのね。自分の車で来た人たちは。ああ、あるんですか。えー、どれぐらい離れてるんですかうんとね、シャトルバスがね、あの、往復するんだよね。そのシャトルバスに乗って、まあ、2、30分かな。あ、結構離れてますね。そうなんだ。え、じゃその2、30分、例えば30分離れた、そのシャトルバスが行ったり来たりするところの駐車場に、 まず、そこに止めるということなんですかそうなんだよね。ところが、え、まだあるんですか怖いな。え、30分もかかえるところに止めなきゃいけなくて、まだなんかあるんですかあるの。あのね、駐車料金あるでしょあはいはいはい。それがね、4000円から7500円かかる。1日ですかああ、1日ね。まあ、1日、まあ、来て帰るまでってことだね。 夜出るまで。え、7500円もかかるんですかうん。え、そんな遠い駐車場なのにそうなの。え、高くないですかめっちゃ高いね。<laughs> え、30分も離れた駐車場に止めて7500円も取るんですか軽自動車は4000円。え、軽自動車で4000円も取るんですかえ、高くないですか高いね。いや、高いねって真顔で。 えー、そんな、えじゃあ、ちょっと大きい車は7,500円なんですかそうだね。あの、排気量が大きい車は、乗用車でも7,500円。えー、えー、高いですよね。高いね。えー、っと、じゃあ、4,000円は最低かかって、駐車場に止めて、で、バスで、その駐車場から、 ま、会場まで行くということなんですか。そういうことになるね。え<ー>で、また入って入園料は入園料で取るわけですよね。そうだね。わあお金かかりますね。かかるね。え、帰りも会場歩いてみて、うわ疲れたなと思っても、また30分シャトルをスに乗ってえ、で、駐車場まで行かなきゃいけないということなんですか。そういうことになるね。 えー、ああ、きついな、それ。え、そんなんじゃお客さん減らないですかね当然減るよね。<laughs> えー、それはきついですね。えー、でも厳しいですね。そうなんですか。ああ、そう追加の情報なんですけどね。あのー、まあ、排気量が大きければそれだけ高いんだけど、なんかね、あの、混み具合によっては、急に7500円になっちゃうらしいんだよね。 込み具合でそうそう。なんか、時価。あの、寿司屋でよくあるじゃん。ネタが時価っていうのね。その日その日で、またその時間その時間で、値段が変わるみたいな。え、そんなそんなことなんですかそうそうそう。えー、えそんな、例えばあの、土曜日は高いとかなるんですかなるの。<laughs> え土曜日はいけない7500円とかなるんですかなるの。えー 決まってないんですかいや、だ決まってるよ。4000円から7500円の中でスライドするんだって。そのスライドっていうのは一般の方にはどういう風うに変化するかはわかんないんですかわかんないの。えー、<laughs> 怖い怖い怖い <laughs>。え、でもしかしたら7500円かもしれないんですか言ったら。そうだね。え、軽自動車でもうん。あの、混み具合でね。ええー、まあだから一番安くて4000円だね、軽でね。 軽自動車で、まあ、ガラガラで、あ、みんななんか止めてないから、いいや、いや、安くしちゃえ、っていうことで、4000になるってことなんですかそうそうそう。え、そんな適当なんですかまあ、適当っていうか、細かいっていうか、どっちかだよね。<laughs> え、嘘でしょ本当ですかえ、それじゃあ、だって不安じゃないですか使ってる人。そうだね。だ念のために7500円は、あのー、確保した方がいいね。持ってった方がいい。<laughs> ええー、念のために駐車場は、もう7,500円だと思ってた方がいいってことですかそうな、その心構え必要だね。心構え必要なんですか ?7,500 円のそうそう。いや、怖いな、なんだかめちゃくちゃですよね。まあ、めちゃくちゃだね。<laughs> えー、本当なんですかそれ。えー、おかしくないですかえー、大体いいだって自家用車で行けない。 っていうのが、なんかすっごいおかしいですよね。まあ外国の人を狙ってんじゃないのだって外国の人、外国から自家用車で来ないからね。あ、そうか。外国の人はね、そうか、関西国際空港から電車で来たりするんですもんね。そうそうそう。ホテルに泊まってね。だからまあシャトルバスでいいんだよ。ああ、じゃあ日本人の人は、なんかちょっと行きにくい人出ますよね。近くの人で。じゃ車で行こうかって言ったら、 いきなり変動制で、お、今7500円かとかいう感じになっちゃうってことですかそうだね。え、こええ、えー、えー、なんか、いや、なんか、じゃ車車で行かない方がいいのかなまあ、そういうことになるかな。え、でも関西の方とか、電車の料金上がるんですよねあもうぼちぼち上がってるね。うん、そうなんだ。ええー、きついね。きついですね、だいぶね。 さらにね、厳しいね、規則があるの。まだあるんですかうん。あのね、自家用車で来る場合はね、まあ遠くの駐車場止めなきゃいけないんだけど、ちゃんと事前にね、日時を予約しなきゃいけないの。え、時間もですかそうそう。その時間に着かなきゃいけないの。え、無理ですよね。え、だって車とか混んでるかもしれないじゃないですか、遠くから。え、例えば名古屋から行こうかなっていう人は、 何時間かかかりますよね。ま、あそうだね。2、3時間かかるんでしょえ、じゃあ名古屋から、え、ちょっと待って待って、万博のその駐車場に自家用車で行くためには、何日の何時って予約をしないといけないってことなんですかそうそう。で、なんか遅れちゃいけないらしいんだよ。えー、でも早く着きすぎてもダメなんでしょダメだね。 いや嘘でしょえそんなぴったりいけないじゃないですかいけないね。えー、それっておかしくないですかおかしいね。<laughs> おかしいみないですよ。え、だって応援会長なんでしょうで、それっておかしいねってなんで意見言わないんですかうんまあもう決まっちゃったから知らない間にね、決まってたんだよね。えー、じゃ日時をちゃんと予約して、スマートフォンか何かで、まあ予約して、 何月何日の、例えばお昼12時だったら12時行きますっていうことで、12時前後にはちゃんとついてなきゃいけないっていうことなんですかダメなんだね、そうしないと。それでもしかしたら7500円なんですかそうだね。えー、えー、おかしいですよね、なんかシステムが。えー、それってなんか、えー、えでも7500円になる可能性もあるということなんですかあるね。 まあ、だから、あの、7500円にしたい、まあ、したくない場合だね。したくない場合には、高速で行くしかない。え、どういうことなんですかあのね、一般道で行くとね、プラス1000円になっちゃう。え、え、どういうことなんですかそれは。一般道で、駐車場に行くとね、プラス1000円になる。えじえ、ど、どえ、どうしたらいいんですかだか高速で行くと、プラス1000円なしなの。え、一般道で、 その駐車場まで行くと、1000円加算されるんですかそうそう。だから7,500円になる可能性高いよね、マックスにね。えじゃあ一般道で行かなければ、まあ、マックスでも6,500円で抑えられるってことなんですかそうそうそう。えな、な、な、なんでそんななってるんですかわかんない。いわかんない。え、一般道で行くとプラス1000円なんですかそうだね。まあ、マックスの7,500円にどんどん近づいていくよね。 ええー、じゃあ、あとは混んでて、すごい混んでる時間帯だと、7500円に近づいていくけど、一般度を使わなければ、混んでる時間帯でも6500円までということなんですかそうだね。一般度使っちゃうと7500円にどんどん近づいていく。え、もうわかんないなんだか、すっごい頭痛くなってきたんですけど、そうだね。難しいね。駆け引きが。いや、駆け引きって、いや、駆け引きの問題じゃないですよね。 システム自体が理解できないんですけど、私には。もう私にも理解できないんだから、あんたに理解できない。当たり前だよね。ね、応援会長は理解できないんだからね。一般の方はこれはまあ、まあ、解けないパズルだよね。ああ、いいこと言いますね。解けないパズルか。そう思ってればいいんですね。そうそう。だからそのつもりで、まあ駐車場は7500円かかるんだなと思ってたら、 5000円だったら、おう、ラッキーだと思えばいいんじゃないの <laughs> そんな、え、そんな、もう、え、なんかもうそんなギャンブル要素があるような、なんか、えー、そんな駐車場なんですか、まあ、駐車場からそうだから、これは楽しみだよ会場は。え、会場もっとすごいんですか怖いな、なんか。ええー、もう会場の細かいことはまだ決まってないからね。これからなんだけどさ、パビリオンとかまだほら、建ててる最中だから何がどうなるかわかんないんだよ。 えー、なんか先見えてる感じしますよ。駐車場でそんななんでしょああ、まあね。えー、怖いなー、まあ。そうなんですね。じゃあ、あのー、メタンガスの事故あったじゃないですか。晴れってのは今どうなってるんですかああ、そっちの方うんあんまり良くないね。<laughs> あんまり良くないってどういうことなんですか あのー、まあ、あの、ドカーンってあった現場があるでしょあれ、6メーターぐらいの亀裂があって地盤沈下しちゃってさ、まあ、床からやり直さないといけないんだよね。わわわ相当なもんですよね。そうだね。まあ、地下からだからね。ああ、地下から湧き出しちゃったってことなんですよね、ガスがね。まあ、あちこち湧き出してるよ。だから、 まあただ、あの、入り口のところと、あと、ま、真ん中とか、会場の3カ所ぐらいかな、今日のメタンガス濃度っていうのを発表するんだよ。だから、あの、危険性は低いとかね、危険性中とかね、なるんだね。危険性高とかな。うん、だから、ま、あ大丈夫だよ。いや、大丈夫じゃないですよね。え、危険性が中とか高とか、今日メタンガスの危険性が高いですとか言って書いてあるってことですか掲示板みたいな、電光掲示板に。 そうだね。まあ、今日のメタンガス濃度っていうのを発表するんだよ。わわわ、そんなの見ながら、うわ、今日は中ぐらいだから大丈夫だねとか言って会場を回らないといけないってことなんですか。まあ、そうなるね。えー、なんか怖いな。駐車場はすごい高そうだし、ええー、20分も30分もかけてシャトルバスで会場行って、入り口のところで、あ、今日のメタンガス濃度は高いねとか言いながら、ええー、大丈夫なんですかね。 まあ、あと、大した問題起きてない。あと、地盤沈下があちこちで起きてるぐらいだよ。地盤沈下起きてるんですか起きてるね。起きてるねって。ええー、じゃあ危ないじゃないですか。危ないね。え、他に今、なんか危ないっていうか、いや、これはちょっとっていうことはなんかあるんですか他にも。あるある。いや、あるあるって。え、何があるんですか今ね、ほら、暑いでしょ。熱中症でね、作業員が次々と倒れてんの。 え現場でそうそう、現場で <laughs> 運ばれてんだよね。え、それは、ど、どう、え、あ、まあ、暑いから、それは東京でも名古屋でも倒れてる人いっぱい出てるじゃないですか。同じなんですか。まあ、同じだけど、ほら、突貫工事でさ、休めないじゃない。ね。結局はさ、あのー、まあ、オーバーワークだよね。あの、もうどんどん仕事しなきゃいけないからさ、この暑い中。 休憩なんか取ってる場合じゃないから、続けて仕事して、まあ、朝にやられて倒れちゃってるってことだよね。ああ、そういうことなんですね。まあ、人も足りないしね。えー、じゃあきついですね。でも倒れちゃったら余計仕事遅くなっちゃうじゃないですか。そうなんだよね。間に合わないとこもあるんじゃないかな、パビリオンによっては。いや、間に合わないところもあるんじゃないかなって。えー、じゃあ開催できないじゃないですか。いや、なんかね、あのー、開催するらしいんだよ。 え開催はするんですかうん。開催して間に合わないパビリオンはまだ工事中って出せばいいんじゃないかって話なんだね。いや、そんな、あ、え、開催はもう日程が決まってるからお客さんは入れるけど、まだ工事中とかいうパビリオンがあるということなんですかそうそうそう。よくこれディズニーランドでもあるじゃないね、新しいアトラクション。何月何日に、 ね、あのアトラクションここを完成しますみたいなねだから工事中みたいに書いたのあるよね USJ でも確かあったよそんなのああなありますよねえでもあれは別にあの期間を決めた限定じゃないじゃないですか今回万博って期間が決まってますよねいついつまでからいついつまでってだからまあ終わるまでには始まるんじゃないの <laughs> え、ああ、終わるまでには始まる。いや、なんだか言葉が、ええー。終わるまでには、まあ、全部開催は行われるってことなんですね。まあ、間に合うじゃん、終わるまでには。終わるまで、いや、間に合う。いや、すごいなそうなんですね。まあ、あとね、あの、キッチンカー。え、なん、何ですか、それ。キッチンカーってあるじゃない。あの、車でサンドイッチ売ってるカフェみたいに、コーヒー出したりさ、アイスクリーム売ったり、あの、クレープ作って売ったりさ。 ああ、車を改造して、なんかお店みたいになってるっていうやつですかあれあれ、あれ募集してんの一般の方からね。ああ、え、個人の、なんか、え、個人で、例えば大阪でクレープ屋さんやってる人が、あじゃあ万博で、うちもクレープ屋さんをキッチンカーで出したいって言ったら、出せるっていうことなんですかそもそも募集してんのなんだけど、問題があってさ、え、な、何な,なんですかあのね、まあ、朝から晩までやんなきゃいけないんだけど、閉館まで。 一日も休みないんだよ。うわぁ、きつそうですね。そうなんだよね。で、開催中一日も休んじゃいけないし、時間も早く閉めちゃいけないの。えじゃ、具合が悪くて倒れちゃったりしたらどうなんですかそれ規約違反でね、取られるね、お金。えー、え、じゃあもう、何が何でも絶対にその時間は朝から夜まで空けておいて、一日も休んじゃいけないっていうことなんですかそうだね。まあ、ピンハネは、 安いよ、20%だから。あ結構、手数料20%。まあ、そうでもないですよね。あんまそうだね。あと、場所も貸してくれるんだからさ。まあ、儲かんのかな、やればねそ。それなりに儲かるかもしれないからね。まあ、やる人もいるかもしれないけど。まあ、結構大変だね。それもまたね。お客さんいっぱい来るでしょうけど。ね。まあ、果たしてどれぐらいで売って、どれぐらいで利益が上がるかっていうのもまたね。わかんない。だって、 もしかしたらお客さんが少なくてさ、ね。もう全然買う人もいなくてさ。だけど朝から晩まで開けてなきゃいけなくて、休んじゃいけないって、地獄だよね。ああ、本当ですね。そうかそうか、お客さんがいっぱい来れば、まあ買ってくれる人が多ければ、儲かるということなんですね。まあ、うん、そうだね。まあそれ、狙って出す人もいるかもしれないよね。それがね、キッチンカーね。 ああ、でもキッチンカーの、なんかそういう許可を、営業許可も持ってなきゃいけないですもんね。ああ、まあそうもちろんそう、それはね。衛生の許可とかね。いろいろね。だからもうそれでね、キッチンカーをやってる人たちはいいかもしれないね。だけど手続き結構ね、申請書が細かい種類もあってね、納税証明書だとかね、あの営業許可書とかね、まあ全部提出しなきゃいけないしね、結構ハードルは高いよ。 ああ、でもまあ、やる人はね、あの、コツコツとそういう審査をこなしていって、まあ、いるかもしれないですね。あまあ、そうだね。それはね、まあ、いろんなお店が出ればお客さんは楽しいけどね。うん。まあ、でもまあ、結構大変だよね。だからね、あの、もう駐車場でめげちゃってね、まあ、もうちょっと行かないかなっていう人は多くなってるね。もうすでに。ああ、駐車場でね、そうか、マイカーで行けないんですもんね。自家用車でね。 いや、自家用車で行きたいですよね。だって雨が降ってたりしたらめんどくさいですよね。いちいちシャトルバスとかに乗り換えてね。そうなんだよね。お土産買っていっぱい買ってさ、脈々人形をね、親戚中に配るから10体も買ったらさ、やっぱりシャトルバスに乗って脈々人形10体も運ぶのめんどくさいよね。脈々人形10体も買う人いますかねいると思うよ。あの、近所中配ったりさ。 ミャクミャク人形ですかちょんちょんお土産ってことでさ。ミャクミャク人形そうだね。うわ、いるよ。ええー、なんかあれ、ええー、私が見る限りちょっとなんか抵抗感あるんですけど、あの、メタンガスマンビロ先生ないですかあるよ。いや、あるんだ。ああ、やっぱなんかちょっと、なんか言っちゃ悪いけど、ブーキーミーですよね。 ああ、そうだね。あれ、誰が考えたんだろうね。ちょっとね。まあでも、不気味で話題になってるんだから、それはそれで宣伝にもなってるっていうことなんじゃないのああ、逆にね。不気味すぎてね。宣伝にね。まあ、それはあるかもしれないですね。ええー、でもなんかメタンガスの問題とか、地盤沈下の問題とか、自家用車で乗り入れちゃいけないとか。えー、結構なんかいろんな問題がありますよね。 そうだね。まあ、これ以上問題起きなければいいんだけどね。まあ、会場では本当に間に合わない会場も出てくる間違いなくね。だから、ちょっと、1週間、2週間ずれ込んで、コーディ州みたいな感じになる会場もいくつかちらほらあるでしょう。あ,あの、開園になってもね。ああ、そうなんで、まあ、そのつもりで行けばいいってことですよね。そうだね。まあ、そうなのね。まあ、ね、成功を祈ってはいるけれども、 どうなんだろうね。あの、今回の大阪のね、万博について、まあ、まとめにもなりますけれども、あの、メタンガス万博先生が、いや、これは見どころだなっていうね、まあ、万博のシンボルっていうんですかね、まあ、それっていうのはどこにあるんですかねどういうところが見どころですかねああ、まあなぁ、なぁ、しいとて言えばね、 まあ、あの、木造リングだね。木造リングえあの、パビリオンじゃなくてですかパビリオンじゃないね。あの、木造リングだろうね。え、でもあれって最初はなかったんですよね。後からなんか追加でそんなの作った方がいいんじゃないのって言って、あのー、作ってるんですよね。そうだね。えー、後から作ったその木造リングが一番の見どころなんですか まあそうなると思うよ。一番、もうなんかでかいしね。ああ。え、あの木造リングはどういうところが見どころなんですか木でできてるってことだね。<laughs> いやいやいや。え、えー、あ、世界一のなんか木のリングだっていうふうになんか書いてありましたね。そうそうそう。世界一でかい木の建造物なんだよ。うん、だから、まあ、おお、すごいなってなんじゃないの まただ歩くだけだけど <laughs>、ただ歩くだけなんですかな,ないよ。見どころない。ただ木でできて、あ、木でできてるなーってのわかるよね。歩いてて、木だからね。どう見たって。で、ただぐるっと回ってるだけで、まあ、ただそこを歩くだけになるね。あ木でできてるわー、木のリングだわーっていう感じなんですか。うん、まあ見どころっていうかそうだね。まあ、それが見どころかな。 ええー、なんか、あの、笑いとか笑顔は出ないですよね。出ないだろうね。木を見て、ははははとか言ってる人いないもんね。えー、えー、パビリオンとか、い,いっぱいいろんなのあるけれども、一番の見どころはその木のリングなんですか多分ね。いや、多分ね。<laughs> ええー、なんだか行こうと思ってたけど、どうかなまじ、あ、でも行ってみたいかな行こうかな 行ってみた方がいいよ。一緒にだって1回だけだよ。えー、なんか行くのがすっごいなんかのハードルが高いんですよ。あの自家用車を駐車場に置いて、もしかしたら7500円取られる1日で。で、えー、朝行って、まあ7500円はもうしょうがないとして、で、シャトルバスに乗って、で、会場に入ったら、まだ工事中とかいうパビリオンがあって、わー、 あ,あ木のリングだと思って木のリングを歩いたら、別になんてことはなくて、ああ、木でできてるんだなぁ、なんていう感じで、えぇ、ー、なんかハードル高いんですけど、そうだね、かなりね、まあ、なんかいいものあるんじゃないの、行けば。<laughs> いや、ちょっと待ってくださいよ。<laughs> なんかあるんじゃないのって。 ええー、そうなんですね。で、今日のメタンガス濃度は何パーセントとか言って、危険度中とか書いてあって、ああ、中だったらまあ大丈夫だねとか言いながらパビリオンを巡っていくということなんですよね。そうだね。いや、そうだねって。わ <laughs> かりました。わかりました。まあちょっと行ってみようかなと思います。ね。わかりました。じゃああの会場でまたメタンガス先生にお会いできるといいななんて思ってるんですけども。 ああ私は行かないからね。<laughs> いやいや行かないえ嘘でしょ。え応援している会長なのに行かないんですか行かないね。<laughs> いやいやいや、わかりました。まあ、またあのー、ゲストにあの来ていただければと思いますけども、よろしくお願いします。あまたね、またゲストに来るよ。呼んでね。ありがとう。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。